漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はピースメーカー、皆川亮司先生の作品です。連載期間は2007年から2016年、ウルトラジャンプで連載されていたようです。皆川亮司先生の漫画はどれも一定のクオリティを保っているので安心して楽しむことができます。ということで私は皆川先生の作品は大体読んでます。今作も安定して面白いです。ざっくり言うとガンマンの話です。1対1のいわゆる決闘を良くします。だから結構簡単に人が死ぬのは避けられなくて、まあ、そこが切なくもあるんですが、だからこそ緊迫感が常にあるとも言えます。あと第1章と第2章で主人公が変わるような状況になります。ちなみに第1章が男性で第2章が女性。これはなぜそのような展開にしたのか作者に聞きたいところですが、試みとしてはいい感じです。それはですね、第2章の主人公もとても魅力的だからです。ちなみにワンピースでいうところの覇気みたいなものが出てきます。威圧感とでも言いましょうかね。それによって相手に本来の力を発揮させずに葬り去るわけです。現実世界でも怖い人に睨まれたら動けなくなっちゃうかもですが、それの究極バージョンですね。見どころとしては銃のかっこよさ、銃以外でも戦闘の達人の技のかっこよさ、あと毎度のことですが味方も敵もキャラ立ちもバッチリですし、主人公の兄弟家族関係の複雑さから生まれる濃密なストーリーなどですね。ストーリーはそこまで難解ではないものの深みがあるところが読者を引き込みます。そして最後の畳みかけにやられました。ビートの登場、バトルの決着のさせ方、エピローグの描き方、終わり方、陳腐な表現になりますがどれもとてもうまくて泣けましたね。全17巻という長さも長すぎず短すぎずでちょうど良いのではないでしょうか。ということで興味を持ったらピースメーカーチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。